痩せるフルーツジュースの作り方をお伝えします。あなたはこんなことないですか？ノンカロリーの、炭酸水だから飲んでも太らない、大丈夫大丈夫と思って、その甘いノンカロリーの炭酸水を結構な量飲んでしまう、いかがでしょうか？実はですね、このノンカロリーの甘い飲み物炭酸水というのは逆に太ってしまうリスクが大きいというのをご存知でしたか？なぜかというと、この人工甘味料が入ったノンカロリーの、甘い炭酸水というのはですね、その甘いのにですよ、甘いのにカロリーがないわけです。そうすると脳があれおかしいって、甘いのに全然カロリーが足りないからもっと糖分取らなくっちゃと思ってですね、あなたの食欲をどんどん増加させてしまうリスクがある飲み物なんですよ。そこで今からお伝えするこの動画をご覧いただきますと、あなたご自身でその体に優しくてですね、しかも健康で痩せる成分が入ったフルーツジュースを作って飲んでいただくことで、腸内環境が整ってきれいに痩せることができるんです。では今から具体的なその材料、作り方、そして効能をお伝えしていきますね。ではまず早速材料です。では1人分です。まず炭酸水、これは無糖を使ってください。これはですね、今私がハマっておりますその天然水の炭酸水なんです。一切添加物ゼロ、水だけです。水とその炭酸だけなんですよね。これはですね美味しいです。このままでも美味しいんですが、今から早速ですねフルーツジュース使う時に、作る時に使っていきます。もちろんこれはここに書いても無糖でゼロカロリーで無添加ですね。必ず無糖の香料なしの炭酸水を選んでください。こちらおすすめです。そして次に使うのがオレンジスライスが1枚です。こういったオレンジをですね、スライスしたのを1枚使っていきます。次に、次キウイですね。スライス1枚。キウイフルーツです。をスライスしたのを1枚使います。そしてこういったグラスをご準備ください。では作り方です。こういったグラスにですね、先ほどの無糖の炭酸水を 200ml、 1カップですねを入れます。そしてその後にきれいに洗ったオレンジとキウイのスライスを1枚ずつ入れて軽くかき混ぜたらもう出来上がりなんです。でここでポイントがあります。こういったフルーツ皮付きのものですねは、キウイはその皮を剥かれるといいと思うんですけども、特にこのオレンジのこの皮付きをそのまま入れるわけですから、きれいに洗ってください。でこの洗うポイントがあります。私も実践しております。こういった食品の温度を測る温度計でですね、50度洗いしていただきたいんです。でこの50度で洗いますと、オレンジに限らずですね、お野菜、フルーツ、あと私お肉も実は50度で洗ってます。すっごく味が美味しくなります。もう感動です。でしかもしなびたですね、ほうれん草とか葉物系をですね50度で洗ってあげてください。シャキーンって生き返ってます。本当に美味しくなります。栄養価も上がりますし、特に農薬ですね、こういったオレンジ系はやはり農薬がついてますから、もうとにかくしっかり50度洗いしてください。おすすめです。どうしてもできない場合でもしっかりこうね水道水で洗ってあげてくださいね。そしてこの、痩せるフルーツジュースですね、この材料がなぜ痩せるかというお話を今からしていきたいと思います。まず炭酸水を使うこの意味ですよね。これはお水と違ってですね、その消費エネルギーを増やしてくれるんです。例えて言うならですね、その走った後の状態になっているんですよ、体が。なぜかというと、この炭酸ガスを取ることで一時的にそのあなたのですね血管にその炭酸ガスが入ることで酸素がですね不足するんですね。なのでその走った後のようなエネルギーを使った後のような状態に作っていけるということなんです。すごいですよね。で2つ目、腸内環境が改善します。なぜかと言いますと、この炭酸ガスのいい刺激がですね、胃や腸を程よく刺激してくれることで、胃が活発に動いたり、そして腸の前導運動がまだ良くなりますから、
お腹すっきり、もう便秘改善ということになるんですよね。さあ行きましょう。では3つ目、疲労回復です。この炭酸ガスがですね、その疲労物質を中和してくれる力があるんです。なので最近こう暑くて疲れたなっていう時は、この炭酸水をこう適量飲んでいただくといいと思うんです。で本当はですね、その常温の炭酸水使っていただきたいんですけれども、まあなかなか冷たい方が美味しいなっていう方は冷たくても良いですが、くれぐれも飲みすぎに注意です。どんなにいいものも飲みすぎ食べすぎは良くないですよね。なので、冷たいドリンクは飲みすぎないように、できれば常温で飲めるときは常温で、飲んでみてください。では次にオレンジとキウイフルーツですね。キウイの効能です。あと変えますね。すごくいいんですね。やっぱ天然のこういったフルーツの力ってすごいですよね。まずはオレンジです。オレンジの効能とキウイの効能ですね。はい、見えますでしょうか。でまずオレンジからいきましょうね。なんとオレンジはですね、あなたの代謝をアップしてくれるんですよ。すごいですよね。どんどん燃やせる体になるわけです。なぜかというと、そのオレンジに含まれているビタミンの一種のですね、ヘスペリジンと、可愛い響きですよね。ヘスペリジンというのが血行をまず良くしてくれる。なのであなたの、体中の血流が良くなって、結果代謝が上がって燃えやすい体にしてくれるということなんです。では次、キウイの効能です。もうまずはビタミン C が豊富ですよね。キウイフルーツすごく豊富で、プラス2番目、食物繊維がですね取れるんですよ。でこの食物繊維がですね、あなたの腸内のその痩せ菌といわれる善玉菌の餌になるわけですから、どんどん腸内環境が良くなる。結果痩せ菌が増えると痩せる体質へとこう変わっていけるんですね。でこの腸内環境を良くすることがもうダイエットのもう基本中の基本ですから、おすすめなんです。でまたこの腸内環境を整える一番こう早い効果的なダイエット法がファスティングと呼ばれる方法があるんです。でこのファスティングの私アドバイザー、微腸活の専門家ですから、もしこのファスティングご興味おありな方は、こちら詳細欄に LINE のリンクを貼っております。そちらをご登録後、直接私までご相談くださいね。ではその腸内環境が整うと、デトックスできるわけですから、どんどんこう綺麗に痩せていくことができますよということなんです。さあいかがだったでしょうか。この痩せるフルーツジュースを本当に簡単なんですよ。気軽にですね、パッと思ったらパッと作れますよね。ただ飲みすぎには注意してみてくださいね。美味しいですので。さあ、この、ドリンクのお話ですね、あなたご自身そして周りの大切な方々のためにぜひぜひどんどんシェアして差し上げてください。そしてこの動画のお話が役に立ったなと思っていただけましたら、高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。